おはようございます、いつもありがとうございます、朝5時40分ぐらいでしょうか、いつものね河原に来てますね。日の出もだいぶ遅くなりました。今年の夏は朝ね40分歩いてましたね。週5回ぐらい行ってましたね。今年の夏できた習慣ではね一番いい習慣だと思いますね。まあ、冬はねちょっと寒いからねやりませんけど、いい習慣でした。朝日はね雲に隠れちゃいましたね。もうちょっと半袖だとね寒いんで、上に長袖着てますね。今年の夏はね浜松、最高気温がね40度超えるっていう、こともありましてね、本当に暑かったですね。今年ほどねエアコンがね本当にありがたいなと思うね、年もなかったような気がします。曇ってます。運動をしているというよりもね、本当にあの自然を味わうというかね、河原のマイナスイオンをね、浴びる感じ。あとね、草木の匂いをね、こう、嗅ぎながらこう歩いていくっていう感じで、ちょっとね、瞑想をしているようなね、気分でもありましたね。別にいい習慣だからってね、続けようなんていう気持ちじゃなくてですね、朝起きるとねやっぱり行きたくてしょうがないから来てしまうっていう感じだったんでね、本当に楽しくね、歩くことができました。毎朝、河原で会う人もね、僕と同じぐらいの年以上の方ばかりですね。若い人はね、ほとんど来ませんね。でも自分がね、若い時、こういう場所ね、毎日歩こうなんていう気持ちはね、さらさらなかったんでね、本当に年を取ってから、良さがわかるような感じじゃないかなと思いますね。はい、基本一人です。いつもありがとうございます。ちょっと遠いですけどね、ザ・ビッグですね。イオンのディスカウントスーパーに来てみました。グループホームのね、三男のグループホームの、とこからね、車で5分ぐらいかな。でも僕の家からはね、かなり離れてしまうんでね、ちょっと行ける感じの店じゃないんだけどね、ちょっとね、来てみましたね。なんで来てみたかっていうとですね、実はいつも行ってるね、あのマックスバリューですね、菓子パンがね結構半額のだったりとか結構ね、狙って行ってたんですけどね、そこがね1ヶ月ぐらい前に閉店になりました。で再オープンがね来年の春ということで、しばらく行けないということでね、マックスバリューはねあの他にもあるんで、近いとこもありますけれども、なんとなくね安さがねちょっとね薄れたんでね、行く日がなくなってて久しぶりに来ましたね。プライベート商品なんかを 安いんでねやっぱりね、補充したいと思います。はい、行ってきました。
今日ね、すごく混んでましたね。なんでかっていうとね、全品 5% オフデーだったんですね。レジがね、どこのレジもね、8人ぐらい並んでましたね。これ97円ですね。こっちのカツオパックですね、トップバリューの。これ180円ということで。マックスバリューで買うよりも安いですね。やっぱりザビッグでね。しかもね、全品 5% オフだから、今言ってる値段の、でさらに 5% オフですね。これ97円のバナナ。だしパックが確か180円だったと思います。こちらのトップバリューの納豆が57円かな。バニラヨーグルトこれ97円でしたね。丸松の餃子、298円から2割引きで、そこからさらに 5% オフかな。この入浴剤ですね、117円でしたね。いつも買うみりんです、147円。あと最後は醤油か。醤油もね、やっぱりザビッグで買う方が安いですね。1リットルがね、87円だったっけな、83円だったかな、87円ですね。ということで、それもしかも全品 5% オフということで、安く買えましたね。ということで、現場からは以上です。三男のね、近況ということで、訪問リハビリはね、週一、来ていただいてますね。それ以外にまあ、二日に一遍僕がね、グループホームにね、来てね、膝をね、伸ばす、マッサージをね、やってます。本当ね、グループホームがね、近くてよかったですね。これが、本当ね、片道1時間みたいなとこだったらね、もうとにかく、歩く訓練というのはね、僕がね、諦めてたんじゃないかなと思います。まあ、結構膝をね、伸ばす訓練というのはね、結構ね、本人がね、痛がるんだけどね、それをね、あえてね、やっぱりやらなきゃいけないっていうことでね、僕が頑張ってやってるっていう感じですね。グループホームのね、お昼ですね。落ち着いて食べてますね。ちょっと今日は食欲がないのか。あとはね、野菜ばっかりのね、食事なんでね、肉がないんでね、落ち着いて帰って食べてますね。まあ本当にね、野菜の献立がね、すごく充実してるんでね、朝からご飯も食べれて、パンは出てこないみたいですね、ほとんどね。その辺もね、弟の好みなんでね、本当にあの他の入居者の方にね、ちょっと聞くとね、ここはご飯が美味しいよということをね、言ってたんでね、弟もね、結構食生活はね、満足してるんじゃないかなと思います。バランスもいいですね。おかげさまでね、見てわかるかもしれませんけど、お腹が出てしまいましたね。トマトとニラの卵とじ、あとサラダと、また野菜のね、なんか煮物と3品ですね。あと味噌汁とご飯ということで。家にいたらね、本当にね、あのお昼は、残り物をね、食べるだけなんでね、本当に食べ物だけ見たらね、こちらにいる方が、幸せじゃないかなと思います。まあ、弟のね、本音っていうのはね、まあ、永遠にわからないわけですけれども。ここで、びっくりしたんですけど、器用にね、汁をすりますね。そんなことやるの？ああ、そういうこと。本当、慣れたものです。
ここの生活にもね、本当ね、慣れたっていうのがね、会った時のね、顔の表情でよくわかりますね。ここの食事、そんな太るようなね、食事じゃないんですけど、本当にね、運動ができない感じなんでね、ここ2ヶ月でね、少し太ってしまいましたね。これ食べるな、これ食べな、じゃあ。はい、基本一人です。いつもありがとうございます。2日間ぐらいね、小麦粉立ちをやってますけどね、まだ何も変化ないですね。要はね、パンを食べない、麺類食べないっていう感じでしょうか。まあとにかく、1週間ぐらいでね、変化がね、僕はないような気もしますね。母親に会ったらね、続けていけるんでね、ありがたいんですけども、そんな感じでね、今買い物に来てるわけですけど、当然パンとかね買いませんから、どのようなものを買うかっていう感じですね。で、昨日ね、母親がマグロを食べたいと、お寿司を食べたいということを言ったんでね、僕のね小麦粉立ちにね、ちょっと実験にね、お付き合いしていただいてるんでね、今日は、お寿司をね買って帰ろうかななんて、思ってます。ということで行ってきます。はい、ということで買ってきました。ピーマンですね。結構入ってて158円ということで、まあ、まあまあですね。あとはね、母親用に、マグロ大好き寿司、698円ですね。僕は食べません。僕はね、そんなにお寿司好きじゃないんで、他のもの食べますね。あと玉ねぎですね、128円、豆腐が38円。これからはね、ほんと豆腐いっぱい食べようと思います。油揚げ買いました、98円。これはね、熱いやつですね、ちょっと炙ってね、フライパンで炙って食べると美味しいです。あと卵ですね。こちらは1000円以上買うと安くなるんでね、10個の卵98円で買いました。ということでね、本当、パンが食べれないということで、今日もね、パンのコーナーちょっと見たらね、半額のやつがあったんでね、チラ見してしまいましたね。さすがに買いませんでしたけど。はい。ということで、実験はね、まだ2日しか経ってないんで、まあ1週間後ぐらいにね、なんかね、いい結果があればね、続けられると思うんで、そちらを期待しちゃいますね。特に母親の便秘が、治ったりとかね、すれば一番いいですね。あと昼間もね、テレビ見ながらね、ワイドショー見ながらね、いつも座りながらうつらうつら寝てる状態なんでね、そういうのがね治ってくれればね、すごくいいなと思います。ということで、現場からは以上です。